どうもこんにちは、スリーセブンのハルパーでございます。やばいんですよ、今回負けたら罰ゲームがなくなるんですよ。違う、増えるんです。気合を入れて、まあ、G3 ですけれども、シルクロードステークス。それはいつ？明日でやんす。明日京都でやんすね。どうですか皆さんは、新年競馬勝ってますか？原田さんはずっと負けてます。私が買うのはですね、ビッグアーサーです。これなんでビッグアーサーを買うかっていうと、まあ、デムーロ騎手、3着、2着、1着、2着と、なかなか期待に応えられなかったらしいんですが、京都のレース場にすごい合っているという情報をですね、私仕入れまして、オッズは一番人気の 2.6 倍です。貴様ビビってるだろ。俺ね、2個買おうかなと思ってるんですよ。みんなどう思いますか？2個買ってもいいかな。ああ、いいよ。それで負けたらでも罰ゲームをもう執行するから、コンドーム用に執行しますから。今悩んでるのが2個目が、うん、サプノルパンかダンスディレクター。ダンスディレクターは名前買いしたんですよ。キューみたいな感じなので、はい、カンペ読んじゃってキューみたいな、これが俺のイメージするダンスディレクターなんで、ね、ビッグアーサーとダンスディレクターを1000円ずつ単勝で買います。ギリ勝つんか。ギリ勝ってますね。ギリ勝ちますね、うん、前日なんでビッグアーサーのオッズが落ちたら、ね、ギリ負けてます。気にしない、キュー。あ、ダンスディレクターや。パン寄っちゃってキュー。もしこのダンスディレクターで買ったら、俺は来年の R1 はダンスディレクターで買います。それでは来週もお楽しみに。はい、ドン。チャンネル登録するのが